ここ好き。レッカーやー、ザ・ワン・ウェイ。この番組はこのスポンサーでしょうな。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノニーさんの本でございます。今日はですね、まあ、リアクション動画というか、僕が最近、ズハマりしてるというか、まあ、普段ね移動中とかに聞いたりとかしてこうってなってる音楽というか楽曲アーティストさんをご紹介していこうと思います。まあね、大変ありがたいことに生徒さんとかリスナーさんとかから本さん経由でこういうバンド知って最近聞いてるんですよみたいなこともですねおっしゃっていただけることも最近増えてきましたので、まあ僕がその時聴いてる音楽ハマってるアーティストさんとかなんかももちろんね、その発声のお話なんかも絡めつつご紹介できたら面白いかななんて思って今日こういう動画を撮っております。まあもちろんね、今日ご紹介させていただくのも、まあ、デスボイス、シャウト、スクリームですねを多用するアーティストさんなんですけれども、世界観も発声もねもう超独特なんで、ぜひね最後までご覧いただけると嬉しいかなと思います。こんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係の話だったりとか音楽関係の話、歌ってみたの動画なんかを、アップしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方この機会ぜひよろしくお願いします。というわけで行ってみましょう。はいはい、というわけで今日ご紹介するのはドドン、ペルダスクというバンドでございます。タイトルにもあると思うんですけど、今ねめちゃめちゃ来てるバンドなんですよ。ジャンルはまあ広くになるけどメタルコア、ラウド、そっちの、ジャンルになるかなと思います。まあね、福岡のねバンドなんですよ。福岡のバンドなんです。平均年齢が23歳から27歳で構成されてるらしいです。だから平均25歳かね、僕よりだからちょっと、お兄さんぐらい、僕よりちょっと年上ぐらいの感じになるのかなって思うんですけど、もうお若なのよ。若い、お若い、本当に。お若いのに、まあこれからね、聞いていただくわけないですけど、こんな曲作るっていう、人生何周目ですかっていう、そういう話になってくるっていうね、そういうアーティストさんなんですね。まあね、詳しいバイオなんかありましたらテロップとかで補足しておきたいと思います。で、そんなペルダスクの、今日聴いていく楽曲、こちら。はい。ノーっていうね、楽曲なんですけれども、なんかすでにもうこのサムネイルからして、ちょっとこう、サイケな感じっていうか、ね、香るよね。香ってくる。もうこの感じから香りがもう。まあね、さっきも言ったんですけど、このね、楽曲のオリジナリティと、発声もね、本当に独特で面白いので、今からね、早速聴いていきますよ。あー、もうかっこいい。もうかっこいいよ。このリフ、このリフやばくない？うねるようなフレーズというかさ、もうドショッパーだからうわーっとこう、わーって叫び尽くして展開して、ノーっていうこのタイトルになってるフレーズで落とすってこのリフに入るっていうさ、たまらん。たまらんばい。じゃ、もう一回今のとこから聞きましょうか。いいね。いやー、やっぱね、カイトさんの作りかっこいいんだよね。ボーカルカイトさんって言うんですけど、マジで独特なんだよな。あんまり他で聞かないんですよね。まあ、こういうタイプの人もいるんですけど、あんまり聞かないんですよね。まあ、スクリームってさ、そのハイの部分とかローの部分とか、その一個の声がね、一個の声の中の成分っていうのがたくさんあるんですけど、それは結構ね、ハイの部分の出方が割と珍しい感じの出方なんですよね。基本は地声シャウトがベースになってると思うんですけどね。I wanna say to what you love! なんか違うんだよな。なんか違うんだよ。いわゆるベタベタなメタルコア系なのじゃなくて、ちょっと地声シャウトチックな、今ニュアンスでやったんだけど、なんかちょっと違うんだよ、なんか。なんかどうしてもちょっと、さんの気回せになっちゃうんでね。怒られるわ。ご本人様、ぜひ教えてください。ここ好き。チャグってる、チャグってる、チャグってる、チャグドゥルッドゥルッドゥルッってなってる。ここ好きなんだよ。でこうちょっとこうスローダウンする感じ。
もう今見た、もう全部やったから。はい、ロー、ミドルってもう全部、もうこっからここまで全部。マイケル・ジャクソンみたい。こっから、this、もう全部ください、みたいな。もう詰め合わせちゃったみたいな感じになってますね。で、またちょっとね、サクッと解説入れると、ハイの部分は、サクッとね、こう、ストレートに出してるのに対して、ミドルとか、ローとかの、ニュアンスにちょっと着目してほしいんですけれども、割とこう、アタックというか、頭の部分に地声をこう、噛ませてんのね。で、カイツさんの場合は、結構その、お尻の方にも、終わり際の方にも割と地声挟んでるかなっていう印象を受けますね。なんとかかんとかーっていうよりは、なんとかかんとかーレクリエーションワンウェイっていうニュアンスを割とよくお使いな印象がありますね。これをすることによって結構ね、叙情的な感じっていうか、感情的なニュアンスを作ることができるので、メタルコア系の音楽とかには、割とよく使われる技法かなって思います。まあその辺もちょっとじゃあ気にしながら、ちょっともう一周聞いてみましょうか。こんな感じ。でまた戻ってくる。たまらん。今のとこもさっきの応用でこう地声からこうズルズルズルってこうずり上げてったみたいな、そういうニュアンスですよね。今のすごいな。なんだ今の。えらい高いところまで上がってる。ちょっともう一回聞いてみましょうか。この辺。これすごくない？ここやばい、ここやばい、ここすごいわ。これちょっとデスボイス講師的にはめっちゃすごいな、これ。すごい高いところまで上がってたね。あと今思ったんですけど、めちゃくちゃ早いんですよ。フェルダスクールの歌詞とかって。ほんと、細かいっていうね、ことが多いんですけど、それでさ、さっきみたいなその、一部こう、地声にしたりみたいなニュアンスをさ、器用にね、入れてらっしゃるよね。すごいわ、ほんとに。うん、アウトロですね。え？あれ？あ、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 あらら。って終わっちゃいましたね。まあ、こんな感じでこうガーってこう最後盛り上がってもうなんかまあ嵐がね過ぎ去るように終わりましたけれども、こういう楽曲なんですよ。冒頭でもね言ったんですけど、一応ねジャンル的にはメタルコア、ラウドね、そっちなんですけど、まあこういうジャンルだよな、もうペールダスクはジャンルです。もうなんか映像とかもさ、楽曲とかとさ同調するかのように転調していく、展開していきまくる感じ、畳みかけてくる感じで。で、かといって散らかってるわけじゃない。一個の作品としてしっかりまとめ上げられているっていう。なんか人生何周目やねん。ほんとに。なんかもうそう思わざるを得ないセンスですよね。センス、これは。で、それにカイトさんの声が合ってるんですよね。何回も言ってますけど、こう、ちょっと独特な感じのスクリームで、これがなんかド直球の声だったりとかすると、またちょっとね、世界観変わると思うんですけど、このなんかサイケデリックな感じというか、全く新しい感じに、カイトさんの発声とか表現っていうのはめちゃくちゃ合ってるなって思いますね。でね、これがね、2019年の曲で、まあ今2021年もね、新曲、この間ね、ブラックアイスっていう曲が出たんですけれども、それもね、めちゃくちゃかっこよくてね、とかもね、出されていて、このね、この脳、今日聞いていただいた脳の路線をもっとこうブラッシュアップさせていったような感じというか、よりプログレッシブなことをしてたり展開させていったりとかねされてるんですよね。でこれはねご本人、カイトさんご本人にね伺ったお話なんですけど、まあなんか当時は今ほどペールダスクって知名度がなかったらしいんですね。で当時はこういうなんか映像も含めですけど、こういう路線でやってるバンドってまあなかなかいなかったらしいんですよね。だからもうそういう路線で飛び込んでいこう、そういう路線でやっていこうっていう風に決めて作品を作っていったみたいなんですよ。もう大正解。まあ本が好きな曲作ってくれてありがとうございます、本当に。今後のご活躍もね、目が離せないですよね。というわけで今日ご紹介したペールダスクの MV、PV ですね、概要欄の方に、URL 貼っておきます。 YouTube にね上がってますんでね貼っておきますので、ご興味ある方他の楽曲も含めてねチェックされてみてはいかがでしょうか。今日の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひそちらもよろしくお願いします。ということで魔法がお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。 NO!